こんにちは、ジャスト株式会社の関正美です。今日は車検を安くする方法ということでお話ししたいと思います。私は車検代行業をやっているんですけれども、よくね、車検で、10万円かかった、15万円かかったってことがあるんですけれども、なんか私は信じられませんね。だいたいですね、かかっても、私今まで軽自動車を例にとるんですが、だいたい基本が4万8千だとしますよね、軽自動車ね。そしてせいぜいかかっても1万円か2万円ですね、最高で2万円ぐらいですね。一番多いのが高軸調整といって、ライトの方向をこう見るんですよね。これだいたい2台に1台は落ちますね。でもその調整なんかだいたい1000円か2000円ですね。で直っちゃいますから。で、あと、あれですね、多いのはマフラーの穴が開いたもの。大概ディーラーさんに持っていくと、大体それマフラー交換になるんですよね。大体3万か4万ぐらいかかっちゃいますね。でもそんなひどくなければ、パテ塗って、1000円。あとね、溶接で3000円ぐらいでできますね。そうやって安くやるって、できるんですよね。大体、その陸運局っていうところに持っていくんですけど、軽自動車だと軽自動車検査協会っていうところに持ってって検査するんですけれども、そんなにですね高いこと、そんなに、ね、何万もかかるってことはめったにないんですよね。で、ですので変な話なんですけれども、大概の場合はディーラーさんが安全安心ってこともあるんですけれども、過剰に直してるってことが多いんですよね。で、ただ過剰に直すのは良くはないんだけど、過剰に直す目的なんですよね。やっぱ利益を上げたいっていうのがあるんじゃないでしょうかね。で、もし本当にお客さんの安全安心を疑うとしたならば、ちゃんとここまでは検査で落ちて、これ直さなきゃいけない。こっからは、なんていうかな。検査に落ちなかったんだけど直した方がいいっていうような十分な説明がないと、そんな何万も追加で請求っていうのは良くないと思いますね。そこら辺の説明責任をちゃんとさせるっていうこと、あとやっぱここは検査以外、検査で落ちなかった部分ですね、その部分で修理するって言った時にそれ拒否できるんですよね。それを十分な説明を求めたり、ここは、まだいいだろうっていうところはやらないって、そういうことを求めるだけで、車検の費用はだいぶ落とせると思います。今日は以上です。ありがとうございます。あれ、クリック、どこを押すのかな。